最初の第一歩とすれば、自身肝入りの政策を高評価した大阪府の吉村知事来年度から始まる高校授業料無償化の所得制限撤廃については府内に住む高校生が他府県の学校に通う場合も対象で制度に参加するかどうかは学校の判断に委ねられています。 昨日、吉村知事は大阪以外の府県にある参加校を発表ただ大阪以外の全日制高校の参加はわずか13校で9校中8校が参加する和歌山に対して奈良と兵庫は2校京都は1校だけなど判断が割れました参加を決めた学校の1つ近畿大学附属和歌山高校 無償化の対象となる今の2年生では2割に当たる71人が大阪府から通っています対象になる生徒それから保護者ご家庭のことを考えるとやはりこの制度を無視するわけにいかないなというところが、えー、まあ決定の要因ですよねただ参加を考えるにあたってネックとなった点があると言い,いますそれはこの制度の仕組み 大阪府が負担する授業料は年間63万円までで、超えた分は学校が負担することになっています。となると、大阪以外の府県の生徒の授業料で足りない部分を補填するという不公平が生じかねないのです。 うちなんかまだまだあのね63万円まで授業料が到達しないので、達してないので、今のところはまあ問題ないですけども、やはり60万、3万円を超えてる学校もやっぱりありますから、やっぱりそういう学校は、各学校が持ち,出しなきゃ持ち出しをしなければならないと。同じく制度に参加する京都や兵庫の高校も 大阪からの生徒の多さと現在の授業料が63万円程度であることなどを参加の理由に挙げています一方で、制度に参加しない学校の関係者は無償化自体には反対しないとしながらも授業料に上限があると独自の教育ができなくなる可能性があるとしていますこうした指摘に対して吉村知事は。 学校負担っていうな感であれば、これはもうちょっとあのもう加入しませんという自由もあるんです。その自由は僕は否定しないですから。学校によって分かれる判断に受験生も右往左往。大阪府内に住むこちらの男子生徒は地元の公立と平岩で大阪と奈良の私立を受験する予定ですが。一つのとこだけあったらまあ。 その不平等っていうか、そこから少しずつ広がっていくことで、まあ、学校を選択するときの幅が広がるかなと思います大手進学塾の分析担当者は、無償化の影響は高校受験だけにとどまらないと指摘します高校受験よりも、中学受験に影響が出そうかなっていう気がしています。 中学受験を考えている方ですね、これが非常に増えてまして新しい制度は、子どもたちの今後にさまざまな影響を与えそうです。